ビジネスフラッシュ。今回は企業オーナーの生命保険や税務処理、資産相続のコンサルティングなどを行い、チームとしてお客様に対し誠実対応を心がけているというヒューマンネットワークグループの斉藤真一が登場。そして日本の伝統を守り続ける男、節句人形師松澤武人を紹介。日本が世界に誇る伝統工芸品への熱い思いを聞いた。この後すぐ。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気です。元気です。さあお二人は、はい、どうかな。何そのため何したの。誠実な人ってどんな人だと思いますか。誠実はなんていうのか、人のためをちゃんと考えて自分ばっかりじゃない人ですよね。うん、嘘つかないとかさ、そういうのはさ、まあ、みんな嘘ついちゃう時あるからさ。そうですね。でもやっぱり人のためを考えてね、はい、そうですね。自分の欲は抑えて、欲は抑えてね、抑えられる人ではないかなと。おー、いい答えですね。でも誠実であることってやっぱ大事ですよね。はい、はい、ということで今回最初にご紹介するのは、日々お客様に対して最大級の誠実対応を心がけているというこちらの企業様です。突然の病気や事故であなたの勤めている会社の社長が亡くなったらどうしますか。取引先への連絡や経営のやりくりなど、残された社員は皆四苦八苦するだろう。しかし最大の問題は、経営者が残した資産を引き継ぐ上での処理だ。どんな保険に入っていて、資産を相続する際に必要なもの、かかる税金など、誤った認識で処理を行うと会社の経営ができない状況になる可能性もある。想像するだけでもパニックになりそうだ。そんな中、自分が退いた後も会社を守りたい経営者、残された社員に救いの手を差し伸べるスペシャリストがここにいる。ヒューマンネットワークグループ、グループ代表、代表取締役斉藤真一。斉藤が代表を務めるヒューマンネットワークグループは、中堅・中小企業オーナーの保険コンサルティングに特化した保険代理店業務、税務申告業務、相続対策の3つの事業を展開しており、経営者が残した資産の引き継ぎや、次の経営者が多額の税金などで困らないようにグループとして全面的にサポートし、100年経営実現のお手伝いを行っているのだ。今回はグループとして顧客に対し誠実対応を心がけているという代表の斉藤真一をスタジオに招き話を聞いた。もともとは保険代理店だったんですか。はい、そうですね。はい、その当時やっぱり会社を経営している方々っていうのは相続税ってものすごく心配されておられて、相続対策って結構やってるんですよね。でその相続対策をやるのに代表格としていうのは、やっぱり金融機関から借入金借り入れして、で何かこう例えば収益物件って言いますけど、はい、不動産を購入する、で要するに財産はたくさん持ってますよ、でも借金もあります、このバランスで税金を、まあ、安くしようっていう対策が流行ったんですよね。はいはい。でとかバブルが崩壊するとですね、不動産、まあ、価値、はい、価値も下がりましたね。はい、はい、
でそこで、それは自分が使うためではなくって、はい、人に借りていただく、要するにその、店子の方々から家賃収入で返済するっていう構造になってるわけですから、この方々も、まあ、バブルが崩壊してですね、高い家賃払えないっていうと出ていってしまいますので、そうするとですね、このスキームそのものがですね、税金は安くなっても、要するに会社のいわゆるその危機って言いますかね、その方が借入金を返済できないっていう新たなリスクが出てきて、なるほど、かなりこう金融破綻してしまうような方がいらっしゃいました。まあ当時ですね、いわゆるその保険の自由化っていうのがありまして、まあ損害保険の営業マンが生命保険も扱えますよと、なるほど、生命保険も扱えるようになったんだっていうことなんですね。個人のね、その、はい、そうですよね、はい、損害保険は、はい、自分に万が一のことがあったら自分が困るわけですね、うん、自分の持ってる家がですね燃えたり工場が燃えたらですね、自分が困りますでしょ、はいはい、あるいは自動車運転してて事故して相手に訴えられたら自分が困るじゃないですか、うん、で生命保険っていうのはですね、他人のためなんですね、他人、家族のためなんですね、家族のためか、はい、で相続、まあ、いわゆるそのオーナーが亡くなった時に会社がきちっと存続できるように、オーナーの家族はですね、家族、残された奥さんや子供たちはですね、生活できるように、まあ、金銭的に守ってあげようという商品ですね、これが生命保険で、これだったらですね、さっきのような問題、損害保険ではカバーできなかったことがですね、できるんではないかというのがですね、創業のきっかけなんですね。こういう保険だとか、こういう道があるよっていうことを聞いとけたら、すごくいいアドバイスだね。近年、さまざまな保険会社や相続関係の会社が増える中、改めてヒューマンネットワークグループの強み、特徴を聞いた。オーナー経営者に特化して、それから、チームでやっていく、これをさらにきちっとしたものにしていくためにはですね、やっぱりどこからもですね、いわゆる例えば資本提携とか、されてない、いわゆる独立してやっていこう、これはあの例えば金融機関であればお金を貸すことがメインになります、生命保険だけだったら生命保険を販売することだけになります、不動産屋さんでしたら不動産を販売することが目的で、M&A をされてる会社だったら売る買うが問題になってくるわけですね、でもこれはそれぞれ全て問題解決の一つの手法であって、その手段なわけですよね。そもそも問題を解決するのは何がいいのかって皆さん分からないんですよ、っていうのはいろんなとこからあの情報が入ってきて、自分は一体何をどうすれば一番いいのかって分からない方がすごく増えてるような気がします。そうでしょうね、はい、ありすぎてないろいろな、この方に言わせるとこれが一番ですよっていうし、いや違う方に聞くと、いやそれじゃなくてこっちが一番ですよってこうなってくるわけです。でもそれをだけでいくとですね、実はあのお客様もですね、もう分かってるわけですね、そのことは。何が分かってるかっていうと、そうじゃないんだよなって、そこからっていうよりもまず最初自分の話をよく聞いてよっていうところがあるわけですね、はい、でも聞いても一生懸命聞いてるのは、不動産屋さんだったら不動産を販売するのが目的ですよね、で着地がそこにしかないわけですから、リスクをやっぱり限りなく下げる、要するに高額な借入金、経営に必要のないものを購入する、そういうことは極力や、防いでですね、できるだけそういったコストがかからない方法で、ある程度税金は払っていった方がいいんじゃないですかと、こんなような感じでアドバイスをさせていただいてます。ではよりこう、はい、濃いつながりになるしさ、なんていうのかな、密な関係になりますわな、それはね。現在多くの経営者のサポートを行うヒューマンネットワークグループの代表を務める斉藤だが、前職は営業マン、起業する上で苦労もあったようだ。今この会社って17年なんですが、当初はですね、私はあの、まあ、いわゆるセールスマンですね、営業マンですから、お客さんのところに、行ってですね、いろんな提案をしてくるっていうことについては、
何でも自分でできるわけですね、うん、でこの自分でできるっていう強みがですね、実は今度会社を作って社員を育て、うん、お客さんのためになろうって言った時に、なんかよく言いますよね、名プレーヤー、名監督になれずとかって、すぐ今ピンときました。言われるぞって言ったら今から叱られるぞって思いますよね。僕は名監督でも何でもないんだけども、いやいや、はい、自分でできてしまうためにですね、まどろこしいわけですね、なんでそこでこういうふうになっちゃうのっていうことは、これで、まあ、やっぱり10年近くこの仕組みを作るのにですね、非常に苦労したなっていう感じがします。うん、今そこからそこを経てずっと活動されてきて、はい、今どんなチームになってますか。まず最初にですね、セールスマン、物を売るんではなくて、会社全体でお客さんの課題って言いますかね、これを解決するんだと、これがまず、最初に、なければですね、ならないと思うんですね、物を販売して、それで、まあ、売り上げを立てていくっていうことではなくてですね、お客さんの課題は一体何なんだ、これもやっぱり日々変わっていくわけですね。税制も変わりますし、当然その、はい、新しい情報、ルール本当に変わっていきますよね。自分たちで読み切れないし覚え切れないし、で知っといた方が得することいっぱいありますもんね、はい、でこれは新しい情報をどんどん、まあ、勉強していこう、そういう情報を入手する、まあ、チームであったりですね、お客さんに分かりやすく説明するにはどういうふうにしたらいいんだろうかっていうことをきちっとアドバイスできるチームであったりということで、まだまだ、まあ、17年ですからね、これからなんですけど、はい、いやいや17年ですからね、より深く関わるっていう、ね、それありがたいことだけど大変なことだよね、それを責任がかぶさってきますもんね。そうですね、指示通りにじゃあ分かったっつって行くわけだからね、ただ保険で入って入らないだけでも関係じゃなくなるわけですからね、大変ですよね、中堅・中小企業を中心に保険・税務・相続など多くの経営者が頭を悩ます問題を解決し、企業の100年経営実現へ向けサポートを行っているヒューマンネットワークグループ。最後に代表の斉藤真一が日々心に留めている格言を聞いた。格言っていうとですね、あんまり立派なこと申し上げられないんですけど、ただ、まあ、一つ言えるのは自分自身で考えてることですけど、これ素直であるっていうことが万能だっていうふうに自分は思ってます。やっぱ素直でないとですね、人の意見も聞けませんし、新しいものも取り入れていくこともできなくなってきてしまいますので、やっぱり素直さっていうのが、まあ、これ自分に戒めるみたいな感じですけど、一番大切ではないかなというふうに、まあ、思っております。本当にね、そういうとこ大事ですよね、本当に我々もね、お話を伺ってて非常に勉強になりました。今後ともみんなのサポーターで ね、よくサポーターであっていただければと思います、今日はありがとうございました。ありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに、販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力、いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をするエストラボ。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、お二人は節句人形きちんと飾ってますか。父親が海外のね、あれだったからそういうのはあんまりなかったんだけど、人のうちに遊びに行った時にいろんなね、ひな祭りから節句のね、ありましたよね、はい、そうですよね、素晴らしいよね、あれ。うち実家の時は飾ってたんですけど、さすがに一人暮らしになると飾れないなっていうスペース的に、はい、ちょっと寂しいかもしれない、ね、ちょっと寂しいですね。小さいのがあればいいんですけどね、今あやのちゃんが言ったみたいに飾るスペースがないとかで、なかなかね飾れるお家って少なくなってるのかななんて思うんですけど、でもやっぱり日本の伝統文化ですから大事にしたい。いやそれは大事ですよね、ことだと思うんですけど、続けていってほしいね、ということ
ということで、続いてご紹介するのは現在鎌ケ谷市で唯一千葉県伝統的工芸品に指定されている工房として、明治後期から節句人形を作り続けています。こちらの企業様です。伝統工芸品から電化製品、和食など、日本が世界に誇る職人たちの技術力。今ではその技術を学ぼうと海を渡り、研修や修行に訪れる外国人も多くなっている。そんな中、千葉県鎌ケ谷市にも日本の伝統を継承し守り続ける男がいる。人形工房松沢、代表取締役節句人形師松沢武人。人形工房松沢は3月5月の節句に飾る人形の製造から販売を行っている。創業は明治時代。現在代表を務める松沢武人は4代目として、先代から引き継がれている技術と伝統を継承し、2012年には千葉県が指定する伝統的工芸品に認定された。今回は日本の伝統を守り、時代の変化に合わせ進化を続ける松沢武人に話を聞いた。人形工房松沢さんは創業はいつなんですか？はい、私の父親、そしておじいちゃん、ひい、おじいちゃんの代から、4代前から、やらせていただいて、明治の後期というふうに聞いております。ほう、はい、明治の後期というと何年ぐらいですか？大体100年ぐらい経ってるのかなという気がします。写真がもうパッと、はい、写真がね、終わりになるんですけどもね、素晴らしいね。じゃ松沢家代々。そうですね、はい、私で4代目になります。最初から継ごうと思われませんでしたよね。思わなかったんです、はい、私は実はですね、次男で、3人兄弟の末っ子ということで、兄がいましたから、はい、自分が継ぐとは全く思ってはいなかったんですけれども、やはり小さい頃からこの節句人形が身近にあったので、すごく尊敬できるような、そんな仕事だなというふうには思っていました。あ、じゃあ見られてたわけですね、はい、で作るところを、はい、自然の環境にあったんだ。そうですね、小さい頃はこの 着ることができる鎧をですね着て、そして、会社の、宣伝に使われてたというふうに聞いております。あ、ご本人が着られ、はい、着させられて、はい、着させられたということで。なるほど、それはもうどんどんそういう気持ちになってくるよね。もともとこの私の字がですね、武人というふうになってまして、武士の人、もう生まれて名前を付けられた時からもう人形になるんじゃないかなというふうな思いで父親が付けたんじゃないかなと思います。もう小さい時の支えてる、かわいい写真があるね。それはもうよいさましく、かわいくね、もう戦ってる、ガッと戦えるぞっていうね、強くたくましい大人になるよ、強くもたくましく、この世の苦難に負けずにみたいなね。千葉県指定伝統的工芸品ってもう指定受けちゃってますね、はい、ご自身が4代目でおられるんですか？はい、千葉県伝統工芸品に指定されたのは私の父から、昭和58年に父が指定をされまして、そして私が平成23年度に、親子2代続けて千葉県伝統工芸品に指定されることになりました。すごいですね。すごい、どうですかこれは、気持ちいいですね。そうですね、ありがたいっていうのか気持ちいいっていうのか、はい、身に引き締まる思いで、やはりこの伝統も絶やしちゃいけないんじゃないかと、そういうことですよね、いう思いで日々頑張ってます。こういうのはやっぱり続けていかないといけないね、文化としてな、残していかないといけないですよね、日本はちょっと変わりすぎてる、いろんなことがね、ねえ、こういうの見てもホッとしますわ、本当にね。
一般的に工芸品は職人が作ったものを専門店などが販売を行っているが、人形工房松沢では製造から販売まで自社で行っているのだ。そのメリットについて聞いてみると、こう他にも五月人形っていうんですか、はい、作ってらっしゃる会社さんあると思うんですけど、はい、どういったところが特徴ですか？はい、私どもはですね、そのまま鎧を作って、鎧兜を作って、そして直接販売しているということでございますので、可能な限りですね、お客様のニーズにお応えできるように、いろんな部品を変えたり、金襴を変えたり、そして、糸を変えたりというような制作をして、そして販売をしております。ニーズに合わせるんだ、ね、ってお話ありましたけど、はい、どういったご要望がありますか？もちろんサイズはもちろんなんですけども、あ、サイズか、そうか、はい、あとは色も、自宅にあった色もございますので、木彫に、あ、なるほど、そういうニーズか、木彫風にあった、色だったりとか、そして自分が好むような色を選びになる方が多いですね。そういうニーズなんだね、そんなのもう全然もう関係ないって、我々はこれだって押し通すわけじゃないんですよね、はい、やっぱりね。そうですね、昔はだいぶこのようなですね、少し大きめの鎧が、もう主流だったんですけど、年々、まあ、住宅事情もございまして、小さくなってきたというのが今の、状況だと思います。このように、収納できるような兜飾りもございますし、この台と、ああ、この中に入る、収納箱に、ああ、そうですか、全て入ります。そしてこちらがあのシルバー系のプラチナとかある、はい、すごい、プラチナ箔を押している兜でございます。そうですか、すごいね、まあ、いろいろそのサイズもそうですけど、色とかもだいぶバリエーションが増えてきたのが現代なのかなというふうに思います。やっぱ今と昔じゃ全然違いますか？そうですね、この10年でもだいぶ変わりました。はい、このような大きさ、そんなに早いやっぱり流れはありますか？早いですね。そうだよな、ひな人形だってバーって並べてるのあんまり見ないですよね、今もう、ですね、ポッとこうコンパクトの、ね、ものがあったりしますもんね、まあ、正直どうしてもお家もマンションの方が多かったりとかで、しまっておく場所がなかったりとか、大きいの置く場所もそうですけど、しまうのも大変ですしね、はい、1年のうち大体2ヶ月ぐらいしか飾らないので、残りの10ヶ月の間ずっとしまっておく期間がございますので、やはりご購入されるときにはやはりしまう場所も考えていただいて、そして購入されることがいいかなと思います。でもこうやってこう今ご紹介いただきましたけど、収納しやすいものもあるとこう飾りやすいですよね、いつでも。そうですね、はい、なんていうんですか、毎年毎年出すのがちょっと億劫だったりするわけですよ。大変だよ ね、でもこういうのだと素敵だ、現代でも、ね、本当に収納もしやすいですし、飾ることもすごく簡単でございますので、やはりこういう鎧もいいですけれども、こういう兜飾りもだいぶ増えてきたのが現状かもしれません、さらに人形工房松沢では地域貢献の一環として職場体験を行う学校の生徒や観光客向けに人形作りの体験教室を行っているのだ。鎌ケ谷市はですね、キャリア教育にすごく力を入れておりまして、私はその中で小学校そして中学校の職業体験ということで、この鎧兜の製造を体験していただいております、伝統ね、芸能だからね、嬉しいわね、それは、特別なものだ。そうですね、いろんな食ジャンルがあるけども、なかなかないジャンルだな。いや、なかなかないですよ。そうだよな、体験私もしたいですもんだって、ね、セック人形、素敵だ。どうですか、小中学生の皆さん体験されてて、そういう様子を見てるとどうですか、残っていきそうな。そうですね、本当に楽しんで、そして、ものづくりに興味を持ってもらっ
ていると思いますので、すごくいい取り組みだなというふうに考えています。人形工房松沢の代表、そして節句人形師として日本の伝統を守り続ける松沢武人。続いては今後の展望について語ってもらった。2020年にちょうどオリンピック東京オリンピックがございますので、外国の方も、そうですよね、鎌ヶ谷にいらっしゃる機会が多くなるんじゃないかなというふうに思いますので、やはり外国の方々にもこういった日本の古来からある伝統文化、そうなんだ、カルチャーをしていただきたいなと。本当にあの興味はそれこそ持ちますよ、お持ちになると思います、外国の方々も ね絶対お好きですよね、こういうの。うちの父はもう悪い言い方だけどめっちゃハマってたんです、こういうのを表にどんどん出せみたいなね、うんうん、なんで日本は日本らしくていいだろうみたいな、うん、よく言ってました。ビルの壁一枚違うだろう、ヨーロッパ行けばって。ビルの壁が一枚違うじゃないですか、こういろんな模様が実際にあって、うん、そういうものと一緒だろうって昔から継がれてくるもんだから、もっと表に出せっていう、うん、はい、感じるものってありますものね。そうですね、手作業でさ何かこう作られてるものって感じるものあるじゃない、ね、最後になりますが、うん、松沢さんの格言をお願いします、はい、私は感謝の気持ちを持つということがすごく大事だと考えております、うん、あの私は4代目として今やっておりますけれども、今の自分があるというのはやはり父親、そしておじいさん、そしてひいおじいさんがこの仕事をずっと続けてきてくださったから今の自分があるんじゃないかなというふうに思いますし、与えられたこの運命、そして地域から必要とされているということをすごく感謝の気持ちを持ってこれからも取り組んでまいりたいなと考えております。素晴らしい、もう本当にあの継承し続けていってくれることを我々ね、はい、本当に願っているし、元気にこれで、ね、勇気与えられて元気になってくれたらと思っております。今後のご活躍期待しております。よろしく、今日はありがとうございました。ありがとうございました。口が回ってねっていうのが最後に私は自分の仕事を通してある考え方を知ることができました。そのおかげで自分の人生を大きく豊かにできたと思っています。その考え方とは、投資の世界では最低取引という言葉で表現されています。最低取引の考え方を習得することで人生を豊かにした人が大勢います。あなたにも幸せで安定した日々を歩んでいただきたいと思います。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、知って勝ち組人生か知らないで負け組人生か。この本を書いたのは投資スペシャリストアドバイザーの近藤陽介さん。人生が豊かであるかそうでないかは知っているか知らないか、ただそれだけ。人生において長期的な利益を得る方法を伝授してくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。